ざらついた空気が、もう何もうヶ何月ヶも月蒸発すもる発こすとるのこなとい、のない腐りかけ腐たりか日けた陰日の陰。水たまりのように、長く古い廊下の先まで充満していた。沈黙と静寂の空気の狭間を。僕らは、一歩一歩踏みしめて進んだ。こいつ、こんな顔してるけど結構若かったりしてな。おい。ガラガラ。お先に。ヒカルに遅れを取らないように教室への一歩を踏み出す。こいつが犯人ですよと背中を押されるように。でもヒカルと一緒だとそれも苦ではなかった。藤井君、どうした？あ、いえ。うん。ヒカルの存在は僕にしか見えないらしい。父親にも母親にも。戦争を忘れた世代の新型の全体主義はライングループの中に救っていく。ユダヤは誰だ？ブロック！もっと存在を消さないと、誰かが火をつけてくる。じゃあ行こう！どこに？街に！俺たちを透明にしてくれる隠れ家がこの大都市にはある！今日はついてる！勲章をあげないといけないね。敬礼。地獄にいます。引っ張り上げてくれる人、どうか来てください。地獄？力になりたいんだ。本当？僕らでよければ。他に誰かいるの？うん、ヒカルって言うんだ。生まれて初めてヒカルのことを他人に打ち明けた。先にだけはスラスラ説明ができた。心が踊った。聞こえる？ヒカル、こんにちは、よろしくね。やったやった、トール！今、生まれて初めてトール以外に認めてもらえた！トール以外にも、俺が！三人だ。この瞬間から僕らは三人になった。トールちゃん、お願いだから学校に行ってね。行かないと母さん困るわ。ヒカル？ヒカル？どこ？どこだよ？まさか。おやすみなさい。